はい、おはようございます。今日は10月の25日金曜日です。お天気は晴れですね。洗濯物を外に干せるぐらいの秋晴れになっております。日中は風がちょっとぬるいかな、もわっとした南風も入ってくる。でも基本的に寒い感じかな。涼しくなってますね。はい、トスコハンの色地盤にエリーはイトリさんのしましま入りです。この子はね、絹と紅色ですね。絹と河川レヨンが入っております。河川といってもレヨンなので異常に肌触りはいいですね。で、まあしましまのやつは本当に安定してつけ、なんていうのかな、ずれてきづらいし合わせやすいしすごくいいですよ。うん、手ぬぐい重たくてあんま好きじゃないな、もったりするのっていう方は、イトリさんのエリーだとね、つける前に軽く洗濯すればもうそのままその縮み方で終わりみたいな感じなんで便利です。絹の肌触りの良さと化繊の安定感とのいいとこ取りっていう感じかな。どうしても自然のものって不安定ですよね。とても着心地が良かったり肌触りが良かったりするんだけれども、そこにある程度化繊を、化学的なものを入れることによって安定する、安定剤みたいなもんですね。食品と一緒ですね。ね、取れたてのものは美味しいけどそのままじゃ腐っちゃうよっていうやつと一緒ですね。何かしら加工しようねみたいなもんですね。はい、長襦袢です。長襦袢まだね、まだ夏襦袢で平気な感じですね。中レギンス履いております。はい、で今日はどこに片付けたっけって言ったら上に置いてあったわーっていうことで、こちらですね、イオガスリですね。着物オフさんで見つけました木綿の、着物です。かすり模様の着物です。はい、古い生地ですね。古い生地というか、まあリサイクルですね。本来消脂残ってないものに何がすりとも言いづらいんですけれども、トントンネットワークを通じてなんか反物で同じ、全く同じ柄で売られている方を発見した方がいらっしゃって、みやびちゃんなんだけど、イオガスリだったという。イオガスリで合ってたよね。あれ違ったっけ？弓浜？イオだよね。うん。イオだったよね。そうそうそう。まあどっちかだろうっていう、まああっちの地方のだろうっていう推測はあったんですけれども、着心地的にっていうか、まあ節もしっかりあってツヤもあるんで、私も久留米は来たことがあるので久留米ではないというのは分かったことだったんです。これは久留米ではないと。まああとはどっかでしょうみたいな。で結構残暑がきつい時に一回来た時にすごく涼しく切れたんで、あ、これは結構湿気のも感じるような、結構日差しの強い地域でおられたものであろうという感じでしたね。そのね、地域のやっぱり必要なものがおられると思うので、なんかやっぱ雪国の方で織られてる生地はしっかりしてますよね。うん。
通気性も大事やけど保温性が大事っていう感じはありますよね。そこら辺がやっぱ昔コマズでも売られてたんだって。ごめん、あのどこの地域でも売られてたそうです。ちょっとは作られてたそうです。でも着物を着なくなって、作られなくなって、本当はもっとゆっくりとそういう時間が過ぎてもおかしくなかったんだけど、多分さっきの戦争の影響でしょうね。食べるものも作れないような時代がついこの間日本にだってあったんですからね。もう綿花を作っている場合じゃないみたいな感じだったんだろうなと思います。作り手さんもいなくなって人がね、男手が持っていかれてしまうと本当につらいですよね。そういう時期があったから多分急激にそれと西洋化とかこう入り混じってスピードアップしたんじゃないかなと思います。もう再開するぐらいなら、再開するにも土地も荒れててっていう状態だったでしょうし、その時代にね生きてないから、その方たちの苦労っていうのは、ご苦労っていうのはね、想像しても追いつかないことだと思うんですけどね。でもだからこそきっとすごく大変だったんだろうなっていうふうにだけは思っておきたいなと思いますね。所詮戦後に生まれた人間なんで所詮、平和な時代に生まれてきた幸せな人間なんで、感謝することだけですね。あ、今日縦締めをね、いつも使ってるやつをね、洗濯機で洗ったんすわ。で、これはね、ちょっとぴったりサイズなんですわ。なんで、夏にぴったりサイズだから、ちょっとごっつい抜き出すと、ちょっとこうやって出てくるね、ほら。でもほら、少し余裕を持って作ってるので、大丈夫。もうちょっと経ったら、縦締めも7色魔除けになってくるかなと思いますね。あ、今日リサイクルの着物でも、まあ、なるべく自分の寸法に近いのを買ってるんですけれども、ちょっとファショリは短め。で、フリが結構短くて、で、ここの丸みがかなり丸いですね。動きやすいように丸くしたのか、可愛らしさを求めて丸くしたのかは存じません。もしかして、擦れて丸くしたのかもしれないし、そこはわからないんですけど、丸いです。はい。まあ、どっちかでしょうね。可愛さを求めたか、その動きやすさを求めたか、擦れたかっていう、どっかそこら辺でしょうね。で、今日は、こちらの帯は、着物さん、押し立て富士工房さんなんですけれども、この子、みんなにプレゼント企画で作ってもらったんですけど、反対側、遠州木綿のネップなんです。で、こっち側を表にしたことがあんまりなくて、今日はこの襟にしたせいか、この青い着物と紫を合わせたくて、紫の帯って探したらこの子しか頭に浮かばなくって今で、帯締めが久美花さんの小桜組パールです。はい、くって言ったらくるめって言ったらくるめがすり病気かいなみたいな。一応リバーシブルになってて、これ確か足りない人
人がいたんですよね、少しね。で、足りない人はこの裏地じゃなくって、藤工房さんが、チョイスしてくれたピンクの細い縞の伊勢木綿なんだけど薄地っていうのを使ってます。伊勢木綿の薄地結構レアアイテムなんですけど、まあ私の動画を見ている方ってそういうさ好きじゃんそういうの、あ、触ってみたいな、どんなだろう薄地って、普通のとちょっと違うの、どういうことどういうことどういうことってなるじゃん。でそういうの好き系でしょっていうので藤子さん選んでくれたの。高い生地なんですよ、そんなに安くないんですよ、伊勢木綿だからね。伊勢木綿の価格はするんです遠州木綿より高いですね、伊勢木綿の方がね、若干高いですね。まあ生地幅も広いの多いっていうのあるけど、ちなみにこのネップのお話をしますと、千織さんで売られてます遠州木綿のネップなんですけど、私、ズボンもこの生地で作ってます。着物にすると冬物だねっていうぐらいちょっとほっこりした感じになるんだけど、ズボンにすると年中使える、あのちょうどいい厚みの木綿のズボンになります。擦れてく感じも綺麗で、割におすすめ。洋服ズボン作るなら無地だしね、やっぱ下無地の方が合わせやすいじゃん、ズボンはね。おすすめですよ、洋服地生地って。なんか洋服作りたい方でおすすめ。作ってよかったなと思って何個か作ったんですけど、合わせやすさはネックがナンバーワンですね。おお、どうした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 、よいしょ。あ、またズボン作るなら、あ、でもこれでスカートもいいよなって思うような合わせやすさなんですわ。ちょっとバルーンスカート的なね、ロングの作っても可愛いよね。遠州木綿でいろいろそういうの作るのは楽しいですよ。結構縫いやすい生地なんで、生地にあんまり癖がないんで おすすめですね。ご自分で縫いたい方、あとお子さん あのズボンとか、私はあの息子がちっちゃい頃保育所の 年少ぐらいまでかな、年中ぐらいからちょっとずつ既製品着るようになったかな、年少ぐらいまではあの下のズボンは全部ほぼ手作りのものを使ってたんですよ。なんでかっていうとね、子供用のズボンって男の子持ってるお母さんわかると思うんだけど、めっちゃポケット多いの。よくわかんないとこにポケットとかひだがあって重いのよね。で引っ掛けて危ないから、うちの子がものすっごいジャングルジム登る子で、なんかに引っかかってこけちゃったら危ないなと思ってポケットなしのやつを探したんだけどなくて、子供のズボンにポケットはいらんと思ってそれでなんか立体的なポケットがもう邪魔だなと思って、でシンプルなズボンを作ってました。もうちょっと大きくなったら横にポッケつけるようになったんですけど、これでも軽いサッカー生地で夏場よく作ってましたね。そういう時とかにもこのネップいいと思いますね。うん、子供のズボンだったら多分継がなくても短幅で縫えるんじゃない？結構ね、無駄に余るんだよね、子供のズボンってね。
よくほらパターンでジンベエの作り方みたいなので短パンね乗ってるからそれから取っちゃえばいい。であとはその子に合わせてここにちっちゃいポッケつけたらいいなと思ったら布くっつけて縫えばいいだけなんでね、簡単なことなんですけれども、はい、今日こんな感じです。おう、よくないっすか。ちょっと冬っぽい感じでしょ。あ、でもすごく通気性がいいですね。はい、リサイクルの木綿の着物です。なんかめっちゃハックの毛ついてるな、もうすでに。なんでだろう、洗って片付けたはずなのに謎だわ。蝶々、アゲハチョウかぐらい、すごいリアル蝶々にオセロ中ですかみたいなマーク。はい、凝った柄ですね。縦横がすりですね。この真っ白のところがあるってことは縦横がすりですね。ものすごく凝ってますね。こういうとことかもね、大変なのね、合わせるのね、すごいよね。どうやってんだろう、わかんない。はい、で襟が糸里さんの襟ですね。こっちもツヤのあるんですけど、この着物自体も木綿なんだけどツヤっぽいので、ツヤのある襟ともバランスがすごく取りやすい子ですね。帯締めをちょっとこの襟との雰囲気に合わせて、あと着物の雰囲気に合わせてっていうので、こういう色ですね。ちょっと光で映らないので日陰にしますけど、小桜組パール久美花さんです。はい、可愛いですね小桜組。こういう細い久美花さんのは三分紐ぐらいの細さなんですけど、これぐらいですと本当にあのツヤはある絹の生地な、あの糸なんですけれども、普段着のこういう木綿の帯とかに合わせても帯締めだけ豪華で飛び出てるみたいな雰囲気にはならなくていいかなと思います。はい、ネップかわいいね。プツ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 。シャンブレーになってるし。はい、かわいいですね。はい。で、旅が、恵比寿旅さんの旅で、なんだっけ、ナスコンだっけ。めっちゃかっこいい。黒くないんだよ、ほんとは。黒っぽい旅です。はい。で、今日は秋の味覚で、キノコのかんざししてます。今日この風で過ごしたいと思います。結構渋めだよね、今日は渋めにしたよ。まあ羽織るしね。うん、どれ羽織ろうかな、今日はどれ羽織ろうかな。天気もいいし、あんまり長いの羽織る必要今日はなさそう。で、これ雪がちょっと短め。いつもよりね。でも全然許容範囲。で、つので、やっぱこれかな。わわわわわ。あのね、合わせの羽織って畳まないとさ、袖がすぐ袋になっちゃうのよ、なりやすいのよ。だから本当に大事にしたかったらね、着たらちゃんと畳んであげてね。それかハンガーの掛け方気をつけてあげてください。あと結構リサイクルでも掛けっぱなしやったりすると、あの袖が袋になってるのとかもあるので、買うとき気をつけてみてあげてください。こういうね、どうしてもこうやって斜めになるじゃん。これ一番バイアス状態で袖ね、一番伸びるのよね。ここにね、線がビーって入って取れなくなったりもするから、気をつけてあげてください。うん、いいじゃん、ちょうど足袋黒っぽいしいい感じじゃないですか。うん、
いいですね。おお、なんかすごいいい感じじゃない私。ほら、すごい差があるじゃない私。なんてことでしょう。そのままです。カ ピーってなってどうしたらいいですかって、どうしなくてもいいんですよ。後ろにやっとけいってやつですよ。後ろにやっとけばいいんですよ。前に来ると邪魔気になるから、後ろにやればいいです。後ろにやって飛び出るってことは、基本あんまりこう短い時はな、あんま、まあ出るっちゃ出るけど、出たら出たであんまり気にしなくていいですよ。私が20代の頃ぐらいですよ。あなたサイズ違うわよ。ここ引っ張られたことありますね。はい。怖っ。うわ、接触してきたっていうね、ね。 怖いですね。 今いないですよ。今いたら失礼ですよ。やめてくださいって言えばいいですよ、はっきりとね。人の衣服に急に触るっていうのは非常に失礼なことなんで、道徳心がないと思って結構でございます。おやめくださいって。ね、このサイズが違ったって、裸になってるわけじゃないでしょ、何が悪いのって。 別にいいでしょ、本人が楽しく着てるんだから、いいでしょっていう話でございます。上手に違うサイズを無駄なく使ってて、いい心がけですねっていうことですね。はい。 そんな感じですね。まあ、どこまでが許容範囲かっていうのは本人が決めることだと思います。とはいえ、私もわあ、これはちょっとサイズが違うなと着ている人を見て思うことはありますよ。こんな私でも。例えば、そうね、一番思うのは、着物よりも羽織がすごい雪短い時かな。めっちゃ着物がこんぐらい出てると、もうちょっとサイズ寄せて買った方が良かったんじゃないのって思いますね。 それは思いますね。若干出入りぐらい、こういう感じで出入りぐらいはあんまり気にしないんだけど、さすがにこういう感じはもう一ブロック出てますみたいなくらいだと、わあ、ちょっともうちょっと長い羽織作れたらいいねって思いますね。まあ、羽織で全体的に隠せれるっていうのが羽織の利点でもあるので、羽織は本当に雪気をつけた方がいいと思います。着物は多少どうでもいいんですけど、羽織が短いとな、どうにもなんなくて、しかもめっちゃ目立つので、なるべく出ないような長さを探した方がいいかと思いますね。大体においてね、羽織がね、雪短いとね、冬にね、手首が冷える。 手首を冷やさないだけで随分あったかいっていうことを、自分の羽織を作って知りました。自分のサイズの羽織を作ってもらって、わあ、あったけえと 手首冷やさないってあったけえって思いましたもんね。はい。で、ですね、まあ、こうやってコーディネートいろいろ私が皆さんにお見せしているんですけれども、秋の夜長に楽しい夢を見ながら、寝る前のど、あの、楽しい夢を見るために、寝る前の楽しい読書として、素直さんの本はいかがでしょうか？ いただきました。素直さん、ありがとうございます。ちょっと前にいただいたんですけど、なかなか紹介するチャンスがなくて、あ、今日は紹介したい気分だなと思います。はい。コーディネート図鑑です。コーディネート図鑑なので、本当一例になってしまうことなんですけれども、すなおさん実際いっぱい来たり、こう、なんて言うんですか、スタンに、こう着させたり、置いて合わせたりって、とてもね、全カラーで、華やかな、本になってます。
でちょこちょこっと結び方の、形をお見せしたりとか、なんていうのかな、難しい本じゃないんですよ、あんまり。難しく考えなくていい本なんですよね。なんで、あ、こういう感じもいいな、ああいう感じもいいなとか、あ、こういう色合いも素敵だなみたいな感じで、気持ちよく寝る前に、目の保養になる本という感じです。はい。で、ちょくちょく、砂尾さんファンの方も多いと思います。砂尾さんの写真も入ってる着姿でね、この置いてある着物の格好を実際砂尾さんがされてるっていう、はい、ちょっと、ここら辺だけにしておきますね。はい、砂尾さんファンの方、ぜひ、ご覧になっていただけたらなと思います。大概の方はお好きだと思うんで、楽しいと思います。で、細かくいろいろ書いてくださってるんで、特に着物を始めたなりの方とかは楽しいと思います。あとは、今ちょっといろいろ忙しくって着物着る時間があんまり取れなくて、ちょっとつまんないなーっていう方も、実際女性ってね、いろいろ、まあ男性もそうですけど、特に女性は本当に、自分だけの時間軸で動いていないというか、家族の兼ね合いでどうしても着れない時とかが出てくるんですよね。うん。女性ばっかりとか、男女平等だとか言うかもしれないけど、そういう声もありますけれども、うん。でも実際、体調の悪い時にご飯を作ってもらう時に、お父さんよりもお母さんの方が美味しいかなそこは勝てないかななんでだろう。どれだけすごい料理の職人の方の料理よりもお母さんの手作りの看病食の方がいいじゃんっていうね、疲れた時にやっぱりお家のお味噌汁が一番美味しいよねっていうのと一緒だと思うんですけれども、どうしても女性ってね、本領発揮してしまうんで、そこら辺でしょうがないですよね。能力があるんで何でしょうね、未知からの能力ですかね、なんかもう備え付けられてるんですかね、よくわかんないんですけど。で、まあそういう時とかにも、こういういろいろなコーディネートの本を見ると、ああ今度着れるようになったらちょっと顧問着てみようかなとかね思ったり、ああやっぱアンティークもいいよねと思ったりとか思いながら、本当に何だろう、無害な感じ、すごいかしこまった感じで書いてる、こういう時はこういうのにしなさいみたいな感じの書き方ではなくて、こういう着方もがいいですよみたいな、一例みたいな感じで書いてるんで、一応格のことはもちろん書いてくれてます。まあこれはね、多分ね、着物の本を出すにあたってこういう説明をしなさいみたいなのはね、絶対ね、本作る側から言われるというのもあると思うんですけれども、そうなんですよね。なんで絶対あるんですけど、中は本当に楽しい、あ、付け下げでもこんなのも付け下げで可愛く着れるんだなとかね、そういう風に見れるので、ぜひ、楽しく、見て、楽しい本、いい夢見たいなっていう時はどういう説明なんだっていう感じだけど、ぜひコーディネート図鑑ご覧になってください。大人の着物コーディネート図鑑、素直さんの本でございます。はい、着こなし55のアイディアを大公開ということで、第1章が着物のいろはですね、種類、格、生地を知る。第2章は
春のコーデ、第3章夏のコーデ、第4章秋のコーデ、第5章冬のコーデとなっておりますので、着物で四季を楽しむコーディネートも見れます、クリスマスコーデとかね、うん、で、スナオさんのはすごい、なんて言うんだろう、このコーディネートを見たときに、非常に奇抜ではないんですよ。これはいい意味でなんですけれども、奇抜でファッション性がすごい高い、ファッション誌っていうのは、見ててわーってときめきはすごいあるんですけど、なかなか自分のものに落とし込むのって難しいじゃないですか。まあ若いからねとか細いからねっていう感じでないないされてしまうんですけど、素直さんのコーディネート集を見た時にできるなと、自分でできるなと、うり二つのものはなくても、あ、こういう感じのものとこういう感じのもの、確かにうちにもあるなっていうのを合わせれば、こういうふうなこの季節のコーディネートが完成するんだなというふうに落とし込むことがしやすい、本当に何て言うのかな、うん、現実味のある、コーディネートだと思うので、ハイセンスなファッション雑誌のような華やかさではなく、実際に自分にの顔を合わせ乗せても全く違和感なく、どの年齢の方が使っても着ても楽しく、私はどうだからこんなコーディネートはできないよねっていう変な言い訳をしなくて済む、ああなるほどなーっていうふうに素直に思えるような、本になってると思うので、ぜひ、年齢問わず、なるべく早い方がいいと思いますね。着物の初心者の方にとてもおすすめだと思います。うん、ぜひご覧になってくださいね。あとは今すごく忙しくて着物着れない方の鬱憤を晴らしてくれると思いますので、枕元にこういうの置いとくと本当に着物の夢見れますよ私もそうだったから、着れない時期もあったから、仕事が忙しすぎてすごく着たいのに着れないっていう時もあったから、そういう時は本当に枕の横に着物の雑誌ばっかり溜まっていく、寝る前に少しでも着物に触れたいと思って、ちょっとだけでも綺麗なものを見て目を閉じたいと思って、最後の一瞬寝る前の、でもそれだと本当にちょっと着物着れた気分になって気持ちよく眠りに入るので、本当に着物が好きな方はおすすめの睡眠導入薬です是非、はい、です。はい、以上でございます。あ、素直さんありがとうございます。大切な本いただいてありがとうございます。お声かけいただいたんです。本できたんで送らせてもらっていいですかって書いてくださって、ああ嬉しいなと思って、ああ嬉しいって言ってありがとうって感じですねふわっとしてますね、相変わらず私がそんな感じでございます。ありがとうございます。ぜひぜひご覧になってください、はい、以上でございますはい、皆さんも楽しい秋を過ごしてください、寝る寸前まで楽しい時間にして、気持ちよく夏の疲れが取れるようにゆっくり寝て、寒い冬を乗り切れるように体力作っていきましょう、はい、それでは皆様良い一日を。それでは皆様お願いします。チャンネル登録はこちらこちら、よろちくよろちくよろちくやっほー